去年ミス伊勢志摩にも選ばれた今時の現役女子大生らしい。親子三代の甘いか、若さや美貌は関係ないというのが。早速ウェットスーツに着替え、寮のスタンバイ。おもりがもう静香さんのはなんか柄入ってますよね。皆さんおはよう。そういうことオーダーメイドじゃない？ないです。あ、そうなんですか。似ちゃうんじゃないの？そんなことない。なんでですか？いやいや、あんな。さらに静香さんのブレスレットにも秘密が。これセーマンドーマンが入った。それなんていうところなんですか？のみのみ、のみ。これ黄色いのなんていうあれなんですか？この浮き輪みたいな。パンポです。パンポ。そしてもう一つ欠かせないのがこの重り。重りは何キロぐらいつけるんですか？6キロ。頑張ってください。はい。そしていよいよ漁を開始。海女歴4年の静香さんがアワビが生息する水深5メートルの海底へ。すると、あった？もういた？うわ、もう？何か獲物を発見した様子。もしかしてアワビなのか。結構長い時間作業してんな。2個も取れ、早っ。赤ウニ。赤ウニ？トコブシ。赤ウニ。赤ウニ。そのため海女さんたちは岩をめくったり、実は漁ができる時間も乱獲防止のために9時から10時半の1時間半と決められている。1時間半しかできないんだ。ではこの日の2人の収穫は。一口サイズね。タコも取ったの？では気になるお母さんは。経験ね。